膝が痛い方は絶対に今日の内容を見てください。はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院福科副院長の松尾直樹です。今日もですね、膝の痛みを改善させるためのヒントアイデアをお届けできればと思います。はい、今日なんですけども、今日は膝の内側を、取り切るですねストレッチ方法についてお伝えできればと思います。まずあなたに一つここで質問なんですけども、あなたは日頃膝の痛みに対してどんなことをされてますでしょうか。はい、まあ、それを踏まえながらですね、ちょっとこちらをご覧ください。はい、これはですね、僕が膝の内側が痛いっていう人に対して、じゃあどこが原因でどういうことをやっていかないといけないのかなっていうのを、まあ、簡単にまとめてる表なんですけど、まあ、これが全てではないです。ただこういう傾向にあるっていうのが、まあ、あります。でまずここでね、理解していただきたいのは、膝の内側が痛いっていうだけでもたくさんの原因がまず考えられるんですよね。でその中で、じゃあ仮にあなたのですね、その膝の痛みが圧縮ストレスっていうものがじゃあかかってたとします。で圧縮ストレスがかかってきてしまうと、内側半月板って言われるところに、まあ、負担がかかってきたりするんですよね。じゃあその内側半月板に負担がかかってしまうのはなんでなのかなっていうのを考えた時に、膝関節が曲がってしまってるとか、半膜腰筋、そして大腿四頭筋っていうのが筋力が落ちてたり上手に働けなかったりするわけです。あとは脂肪体って言われるところが、まあ、固まってしまった結果、半月板に負担がかかってきて膝の内側が痛いってことが、まあ、起きてきたりとかするんですけども、じゃあそれを踏まえた上で、今あなたがそのやってる膝の内側の痛みっていうのは果たして合ってる治療なんでしょうか。お膝に注射を打つことによって働いてない筋肉が働くようになるんですかね。はい、ならないんですよね。なので注射を打ったりとか水を抜くっていうことは対症療法であって、そこに負担が かかってしまう状態っていうのを変えない限り、またそこに負担がかかってきて、水が溜まってくるとか痛み止めが切れてまた膝が痛くなってくるってことが絶対に起きてきます。はい、なので今からやっていかないといけないことっていうのは、あなたのその膝の痛みのまず原因っていうのをしっかり明確にして、なおかつそれに見合った治療だったりとかストレッチをやっていく必要があります。その一つとして、今日はじゃあ内側が痛いのは、まあ、さっき、ね、半月板の話したので、半月板由来の症状の可能性があなたありますので、その、ね、解決方法を今から一緒にやっていきましょう。今日の内容をしっかりやった方がいい人っていうのは、お膝がですね、なんかこう引っかかる感じがするとか、こうお膝がうまくはまる感じがしないとか、動き始めでものすごく痛くて歩いてるとちょっと落ち着いてくる感じの人はですね、今日の内容がものすごく合ってる可能性が高いですので、ぜひやっていただけたらと思います。はい、では実際にやっていこうと思うんですけども、まずですね、お膝のシワを見つけてください。でシワを見つけていただいたらですね、内側のシワから指4本ですね、指4本分その延長上に向かって指を滑らせていきます。で4本分滑らせたところにですね、まず半月板というところがあるんですけども、それをですね、指1、2、3この3つでここに当ててあげてください。はい、こういうふうに押し込む感じですね、中に押し込む感じで当ててもらって、この状態でお膝を曲げ伸ばしですね、曲げ伸ばしをまず10回やっていきます。はい、もう1回お伝えしますよ。お膝の押しシワを見つけて、内側の膝の延長上4本分指を滑らせたここ、はい、ここをこの手ですね、この手でこう中に押し込む感じで軽くクッと押してあげてください。その状態でまず膝をですね、曲げ伸ばしします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、そしたら次ですね、ここから指1本後ろですね、指1本このシワの方に近づけてあげてください。はい、じゃあまた行きますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。そしたら次そこから指さらに1本お膝のシワの方に近づけてあげてください。はい。じゃあまた行きますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。
はい、では立っていただいて、あなたがですね、日頃痛い膝の内側の痛みの動作ですね、ちょっとそれをやってみてください。でそれをやってみて、もし楽になるのであれば、あなたのその症状っていうのはこの半月板の問題で症状が出てる可能性が高いですので、ぜひこれをですね続けていただけたらなというふうに思います。これを 2,3 週間やっていく中で痛みがですね軽減するけど、あとちょっと足りない人っていうのは、まあ、ここでもお話ししているように他の部分にも原因がある可能性がありますので、参考にしていただければと思うんですけども、結構ですねこの半膜腰筋って言われる筋肉が上手に働けてなくて膝の内側が痛い人も多いですので、まあ、そういう方はですねこちら、はい、この動画のですねストレッチ、今ここに多分出たと思うんですけど、これをやっていただけたらなっていうふうに思います。はい、そしたらですね今日はこれで終わるんですけども、やっぱ膝の痛み、同じ内側が痛いでも人それぞれ違いますので、ちゃんとあなたの原因っていうのを見つけてもらって、症状の改善に努めていただければなというふうに思います。今日の内容ですね良かったなと思った方はいいねボタンだったりとか、あとですね効果が出た方はぜひコメントしていただけるとものすごく嬉しいので、コメントしてください。はい、そしたらこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。